日は7月22日正午のニュースです。まずはじめに、昨日午後3時ごろ吉祥寺の結婚式場に現れた偽の花婿騒動の続報です。正体不明の花婿はその後式場から姿を消し、その行方は今も分かっていません。また新郎も行方不明となっており、何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるものとして警察は捜査を始めた模様です。では次のニュースです。先日新しい花嫁を迎えた北野動物園のパンダのトムトムですが、花嫁には興味を示さず、隣の檻の白クマのメスに求愛行動を取り、このままではトムトムは白黒ではなくただの白クマになってしまうのではとの声も出ており、動物園側はみんなバカにしてなんだ、某動物園では何よ、白鳥に憧れたペンギンなどで話題に上り、水着は自由よ。まああまり中学生らしくないものは避けるようにってことだけど。よかった、せっかくの沖縄旅行なのにスクール水着のみなんて言われたらどうしようかと思っちゃった。失礼します。今日帰り丸い見てこうよ。惜しいよな、カデナ先生沖縄行かねえんだよな。あのナイスバディの水着姿見てよな。あ、でも冬月先生が行くじゃん。バカ、冬月先生のなんか見たいと思う？あ、顔は可愛いけどよ、 あのちっちゃいおっぱいじゃ水着着たってちっともエッチじゃねえだろ。そりゃそうだ、下手したら小学生並みだもんな。うちのクラスの女子の方がよっぽど胸でかいのいるし、スクール水着の方が似合うぜ。あら確かに確かに。ダメだダメだ。まあお子ちゃまたちが胸にこだわるのはしょうがないわね。女の魅力は胸だけじゃないわ。そうそう胸だけで決められてたまるもんですか。ああ、もうせっかく沖縄行くのに落ち込んでらんないわ。よし、水着は新調しよっと。だんだん気分乗ってきた。どれ持ってこうかな。まあ大人として教師として生徒たちは許すとしよう。でもこの男だけは許せない。なんだ、カデナ先生行かないっすか。つまんねえな。豪華ホテルでいいクリニックがあるそうだから何があっても大丈夫ですよ。水着姿披露できなくて残念だけど。それっすよそれ、みんな期待してたのに。あら、鬼塚先生も興味ある？私の水着姿。当然っす。やっぱすごい？そりゃもう。想像しただけで鼻血もんっすよ。いやね、私は行かないけど冬月先生が行くじゃない。冬月ちゃん？ああ、そういやそっか。でもな、ここだけの話だけど冬月ちゃんってさ、おっぱいちっこいでしょ。あれじゃ水着着たって女らしさのかけらもないっすよきっと。そんなこと言ったら冬月先生がかわいそうよ。いやいやいや、けどね、グレートな水着っつうのはなんつっても胸ですからね。こうボーンとしててこうウエストがキューってこうくぶれてたりすっともうたまんですよ。それが上から下までズドーンとか直線じゃん。あんたもうごぼうじゃないんだよ。ごぼう。悪かったわね、ごぼうで。見てなさいよ、鬼塚栄吉22歳、ごぼうの生き様見せてやるわ。そして待ってなさい沖縄、お乳の水着で男どもの視線は釘付けよ。ちょっと派手かな。何あれ、おばさんが見え張っちゃって。よしなよ、聞こえちゃうって。だってあんな派手なのな、おまけにナイスバディじゃないと似合わないしさ。胸のひまわりしぼんじゃったりして。沖縄できるなら光が反射するやつがいいわよ。その方が光の加減で体に立体感が出てナイスバディに見えるのよ。カデナ先生、偶然ね。さーて、今年の夏はどんなので攻めようかなと。どう、
いいのあった？あ、どれもいまいちな気がして。そう、ごぼうに似合う水着なんてありませんよね。あ、聞いてたんだ。いいんです、悪いのは鬼塚くんですから。嘉手納先生かばってくれたし。彼だって悪気があって言ったわけじゃないわよ。あれはほんの冗談で。鬼塚くんなんて沖縄でサメにでも食べられちゃえばいいんだわ。でも彼のおかげで沖縄行けるわけでしょ。しかもビーチサイドの豪華リゾートホテルでハブとマングスのショー付きよ。ハブでもいいですね。ちょっと噛まれちゃえばいいの。私やっぱり鬼塚くんってすごいって思ってたのに。実はね、あの事件全部生徒のいたずらだったらしいんですよ。あ、これ内緒ですけどね。そんな素振り少しも見せないで。彼すごいですよね。全部かぶっちゃった上に糾弾してた生徒たちまで全部味方につけちゃって。真似できないですよ。黙ってるのがいいことか悪いことかは別にしても、あの人を引き込む魅力って何なんですかね。ほんと不思議なんですよね。それが何よ、人のことごぼうだなんて。うぜえ鬼塚、落ち着いて。理由はともかく鬼塚先生のことが気になって仕方がないわけだ。なるほどね。好きなんでしょう、鬼塚先生のこと。違いますって、彼はただの同僚で。ただの同僚に陰口言われたぐらいでそこまでムキになんないわよ普通。あの、私はただ。大丈夫、誰にも言わないから。いいじゃないの、職場恋愛だって。うちの学校結構陰で付き合ってる人いるみたいだし。だから、はい、そういう水着なら私に任せときなさいって。はい、これ、あの、フェロモン出しまくりのすごいの選んであげる。フェロモンなんて、そんな私。そんなんじゃダメ。いい？水着は戦闘服。戦闘服って、私別に沖縄に戦争しに行くんじゃ。いいえ、これはあなたの戦争よ。戦闘服は気合い入れて選ばなきゃね。たまには女らしさアピールしないと嫌われちゃうぞ。女らしさですか。さあ、どんどん試着するわよ。はい、これとこれ持って。いや、あの、だから私は。いいからいいから。あ、店員さん、試着したんですけど。どれですか。彼女が持ってる全部ね。どうぞ。女らしさか。生涯一ごぼう。ちょっと待ってて、今沖縄をイメージしてみる。あの、どうです。ズバリ言わせてもらうと弱いわね。弱い？なんだか臨海学校の小学生みたいだわ。勝浦海岸レベルね。そんな、私としては結構冒険したつもりなんですけど。どこが？ほら、ちょっとだけど、このハイレグのあたりとか。花がないのよね。え？花よ、花。なんかこう、男を引きつける媚薬のような。次、あと2着買ったでしょ。嘉手納先生、いつもこんなに何着も買うんですか？私なんかいっぺんに3着も買ったの初めてです。何しろ戦闘服ですからね。現地の状況に合わせて着替える必要があるでしょ。状況って、例えば鬼塚くんの部屋ですぐに脱ぎたいときはビキニの方が。脱ぎません。脱がないの？当たり前です。やる気がないならそう言ってよ。水着を選ぶ必要なんてないじゃない。だからそうじゃなくて、女らしさアピールしたいんでしょ。じゃあ次、これね。これはさすがにちょっと行き過ぎかも。私一応引率の教師だし。行き過ぎというより行かなさすぎね。いや、
といけないからコメントは差し控えるわ。どうしたの美月先生。いえ、気を取り直してラスト行ってみよう。意表ついたところでクラシカルなイメージを狙ったんだけど、これじゃ昔の囚人みたい。ごめんごめん、やっぱ狙いすぎたわね。あら、美月先生。嘉手納先生、私を出しにして遊んでません？そんなことないって、私は冬月先生のためを思って。どうしよう、出発明日なのに。やっぱり水着自体はこれで行くしかないか。でも臨海学校の生徒みたいに見えるんじゃ。ごめん、試着した時に分かってたはずなのに遠慮して言わなかった私が悪いのよ。はっきり言うわ、やっぱり胸よ。胸のボリュームが足りないのよ。ほら、それワンピースでしょ。胸がないと余計にズドーンって見えちゃうのよね。ズドーン、ズドーンって。やっぱり胸を作る必要があるわね。パッと入れて、もっと胸の谷間を作って、そうそう、女っぽく見せるには胸よ、胸、胸。どうしたの。鬼塚くんよりストレートでひどいです。元気出して、まだ負けと決まったわけじゃないわ。あ、そうだ、いいものがあるわよ冬月先生。じゃーん、女の武器エアパッドよ。エアパッド。ええ、さっき見つけて買ったんだけどね、胸パッドがエア注入式になってて、つけた後これでエアをシューシューって入れるとね、胸が持ち上げられて大きさが自由自在ってやつなのよ。騙しじゃないですかそれ。いいのよ、どうせ脱がなきゃバレないんだし。私もう一度言って冬月先生にニャーヤー使ってくるわ。やっぱり何事も思いっきりが肝心よね、うん、でも夏は女が変わる時よ。あら、それともやっぱり脱いだ時のことを考えてたりする。そんな。あ、ちょっと嘉手納先生。まんざらでもないかも。いいじゃない、いいじゃない、巨乳ってこんな感じなんだ。すごいすごいすごい、あたし最高。風船じゃダメね。何これ、ふんどしじゃない、しかもシルバー。こんなのつけたら、わいせつ物陳列罪で捕まっちゃうわよ。すごすぎ。サイドなんか紐よ紐。信じらんない。こんなの嘉手納先生着ちゃうんだ。でも、こういうの喜ぶのかな、鬼塚くん。冬月ちゃん。君って意外と気痩せするタイプだったんだね。そうかな。気痩せする君に乾杯。鬼塚くん、わあ！なんて想像してんの私。しだらよ、こんなんじゃ生徒なんか指導する資格なんて。待って、こんな想像しちゃうってことは、私やっぱり鬼塚くんのこと。それはともかくちょっとだけ借りてみよっかな、ちょっとだけ。
すごい。なんだかわからないけど、すごいエッチだわ。いや、なんか私じゃないみたい。なんか大人って感じ。確かに、これなら女らしさいっぱいアピールできるかも。いいね、その水着。本当に？ああ、最高だよ。そのハミ毛なんか特に。よし、これで完璧ね。女っぽく見せるには胸よ、胸、胸。これも借りちゃおっと。すごいわこの水着。谷間よ谷間。もうここだの指紋でひまわりだのって言わせないわ。そうだわ、水着に合わせて髪の毛の色もちょっと明るくしたら可愛くなるかも。抜けたかも。ちょっと明るすぎるけど、まあいいか。あ、シャロンストーンよ。なんか私じゃないみたい。 どうしよう、なんか楽しくなってきちゃった。そうだ、もっと脱色しようかな。アイシャドウも入れて。つけまつげつけまつげ。ここまでやったんだから瞳も見た方が。そうだ、この水着に合わせて肌を小麦色にしてみよう。確か吉見の結婚式の二次会のビンゴで当たった日焼けマシンお尻にあったわよね。やるわやるわよ。あったよあった、冬月先生にぴったりの水着。ほらほら。時間があるわ。だから元気出してね。肌焼いちゃったんですよ。ガングロなんですよ、ガングロ。だ大丈夫よ。だからね、落ち着いて。あ、私にいい考えがあるの。うん、遅いですね、冬月先生。もうとっくに集合時間過ぎてるのに。全くこれだから最近の若者は。チーズ、おはようっす。あれ、冬月先生まだっすか。ええ、女は大変なんすよね。出かける前は服だ化粧だなんだかな。バカモン、教師がそんなチャラついた気持ちでどうするんだ。冬月先生連れてきました。あー来た来た。困りますよ冬月先生。早く自分のクラスのバスに乗って。何か、あれ、もう死んだか。鬼塚くん、お、鈴木だ。やっぱりもう行かない、絶対行かない。大丈夫よ大丈夫。
ちの未来はどこへ飛んでゆくのだろうか。きっと当てのない旅だからひたすら飛んでゆくだけさ。どうしようもなくやるせない毎日を止めてくれたらあんたの言うことすべて何でも聞くさ。財産がいくらあっても何か足りない俺たちは変わらないこの風と匂いが全てなのさ。俺たちの明日を今も探してるところ笑っちゃダメだぜ本当にどこか消えそうだから俺の歪んだ今のセリフを忘れないでくれよ。もう夜は終わりそうだから今を走り抜けようか。俺たちは今が全て俺たちは今が全てさ。終わらない夜が始まる決めてやるぜ今夜。イルカに乗った少年バイジョーミチル。ってかバッカじゃない。子供じゃあるまいし。この状況でどうやって楽しめっていうの。首でも吊ってみるとかよ。しっかりいい思い出作らせてやりますよあいつらにね。